いらっしゃいませ。お店の名前はバニーガーデン。楽しくお酒を飲む場所。以上。まあ次第に慣れていくから大丈夫だから、たくさん通ってくれると嬉しいな。じゃあ私はお客さんがお仕事頑張れるようにたくさん癒しを与えちゃおうかな。決まりだね。ああごめんなさい、注文聞いてなかったね。はい、どうぞ。何飲むの？私も何か飲みたいな。これ美味しいよね。いただきます。なるための第一歩。さ、お客さんから張り切ってどうぞ。大正解。せっかくこうして出会えたんだから、まずはそこからだよね。というわけで、お客さんのこと教えてほしいな。じーハイト君。ハイト君ね。ハイト君。うんうん。ハイト君。ハイト君。名前とお顔を覚えたいなって思って一生懸命頭にインプットしてたの。でももう大丈夫、しっかりお顔もお名前も覚えたから。じゃあ次は私の番。私はかなって言います。どんな呼び方でもいいけど、名前は忘れちゃ嫌だよ。やだ、ドキドキしちゃうからストップ。見つめられるのってこんなに恥ずかしいんだ。や
られてみて初めてわかるってやつだね。うんうん、勉強になったな。それじゃあもっとハイト君のお話を聞かせてほしいな。私が同じ立場だったらご飯も喉を通らないくらい落ち込むかも。想像しかできないけど、とてもショックだよね。よし、わかった。私、ハイト君が少しでも早く立ち直れるようにたくさん頑張っちゃうから。せめてここにいる時にはハイト君がいっぱい笑顔になれるように。これからよろしくね、ハイト君。ハイト君、まだ飲めそう？無理なら大丈夫だよ。よかった。私ももう少し飲みたいなって思ってたんだ。何飲むの？私もいただいてもいいかな。うんうん、これ美味しいよね。いただきます。ごめんね。なんだろう、私気になると見つめちゃうのが癖なのかな。ううん、そうじゃなくて、ハイト君、初めてお見かけした時から思ってたけど、なんか優しい感じがする。まだ出会えてからそんなに時間が経ってないから、あくまで第一印象だけどね。でも、うん、ハイト君優しい感じがする。私の第一印象って結構当たるんだよ。特に目、ハイト君目が優しいよ。じー、見つめ返すのは反則。恥ずかしくなっちゃうでしょ。ハイト君、お酒どうする？私はまだ大丈夫だから、ハイト君が良ければだけど。嬉しい。もう少しお店にいてくれるんだ。何飲むの？私も何か飲みたいな。うんうん、これ美味しいよね。いただきます。聞こえた？聞こえたよね？
正直に言って。聞いたよね。やっぱり聞こえてた。だってお腹減ったんだもん。仕方ないでしょ。家に帰ったら今日は何を食べようかな。どっちだと思う？あ、どうせならクイズにしよっか。私は自炊派でしょうか、お弁当を買って帰る派でしょうか、それとも外食派でしょうか。ヒントはね、私は食べるのが好き。特にお米が大好き。白米だけでもいけちゃうタイプ。確かにそうかも。でもほら、いいから答えてみて。正解。やっぱりお米ってもりもり食べたいでしょ。自炊だったら食べたいだけお米を炊けるもんね。正直に言うとどれも正解なんだけどね。その時々の気分によって自炊もするし、お弁当も買うし、外食もするよ。面白くなかった？しかも不正解がないんだよ。こんな良心的なクイズは他ではちょっと出せませんよ。はーい、ハイト君の笑顔をいただいちゃいました。クイズを出した甲斐があったな。